ああ、そうですね。自分自身はすごく、まあ、DP ワールドも初めてってことで、シンガポールも来るのが初めてってことで、すごく楽しみにワクワクしてますね。はい。ああ、そうですね。もう、すごく、まあ、PGA 3週間、自分は戦ってきて、1週間休んで、このシンガポールに来たんですけど、すごく、この DP ワールドツアー、まあ、PGA ではすごく苦い思いをしたので、この DP ワールドツアーの、このシンガポールですごく、まあ、上位を狙うこともそうですけど、本当にこの今週についてすごく楽しむっていうことをまず、一つにおいて、頑張っていけたらなと思います。ああ、そうですね。本当に去年の11月から自分はプロ転向して、すごく、まあ、PGA ツアーも初めて参戦して、この DP ツアーでもこの、まあ、2週間、今週とタイランドクラシック2週間出るんですけど、すごく自分のキャリアも、すごく、まあ、ルーキーイヤーとしては、いい経験をさせてもらえて、なおかつすごく楽しみに、今週もしていますね。すごく今後優勝してこういう地で優勝できることを目標にできるように頑張っていけたらなと思います。